こんばんは。あれ、私予約してましたっけ？ちゃんと予約できてました？あれ、こんばんは。ちょっと待って、予約しできてた？できてたよね。あれ、してた？やばい、記憶がね、なんかね、あれ23時20分だったよなと思って。できてた？ちょっと待ってよ。あ、待って、あのねプルプルする。あれ、もういいや。こんばんは。ちょっと台にね挟もうと思ったんですけどね、プルプルしてちょっと手が挟めん。あのねなんかこう、あ、めっちゃ反射しちゃった部屋が。こういうね、あ、もう全然見えんわ。あの iPad を挟むやつがあるんですけど、ちょっと待って、挟む、もういっか、もうこれでいいや。今日これにします。めっちゃ力いるんよ、この挟む。こんばんはです、皆さん。よいしょ。こんばんは。ナイキ、これさ、ステューシー書いてある、かわいい。こんばんは。中村舞です。遅いですね、すいません。自己紹介が遅れました。中村舞です。皆さんこんばんは。はうん、こんばんは。中村舞です。お、めちゃめちゃギフトありがとうございます。バラ、お疲れ、ハート、てるてる坊主、タコさん、パラソル、クマさん、こんばんは。中村舞です。今日は公演でした。僕恋公演でした。こんばんは。見て、じゃーん、リンゴヘアです。じゃーん、見えますか？公演のまま、そうですよ。パラソル、ありがとう。前髪そぎ、パツ、ありがとうございます。ありがとう。なんかさ、もう髪の毛のレパートリーがなくてね、いつもなんか公演の時にメイクさんに、今日は何しますかって聞かれるんですけど、おちょっと、これこれしますってなんか言うんですけど、それをいつも悩んでしまって、今日は、嘘です。ツインテールにしようかな、やっぱやめました。こう横に垂らします、やっぱ嘘です。っていうのをめっちゃやっちゃって、本当にもうなんか決まらなくて、そう、そう、何回もね、そう、嘘です、したら、じゃあちょっととりあえず巻くねって言われて、こう髪の毛を巻いてもらって、 そこからなんかアレンジ加えようかなと。めっちゃ迷う毎回。
イクさん、なんか前回も同じメイクさんで、なんか私がもう迷うって分かってるから、こうやってもうこうやって私の後ろに立って、嘘ですって言っても、はーいってはーい、うん、じゃあとりあえず巻こっかーってもう私が毎回さ優柔不断だから、もうメイクさんももう慣れてくれてます。そうなんでそうなんですよ。そうなんで、ちょっとなんかあったら髪型あの案ください。私あの流されやすいタイプなので、みんなが言ってくれたら公演の前にそれにしますので言ってください、お願いします。髪型かわいい、嬉しい。今日はリンゴでした。いろいろと迷った挙句リンゴにしました。そうそう、単語あんましたことないね。したことないか、まとめるのはしたことあるけど、三つ編み、確かに公園で三つ編みあんませんね、うん、公園の前日に、はい、また聞きます。そう、リンゴでした、うん、団子ってどこの団子なんやろ、ここ、それとも下らへんかな、いろいろあるよね。そう、今日はね、そう、池田ちゃんが初出演だったんですよ。そうなのです、池田ちゃんが、池田ゆらちゃん、池田ゆらちゃんですお、虹ありがとう。ゆらお、ゆらお、ゆらちゃん、あのゆらちゃんじゃなくてゆらちゃんなんですよゆらちゃん、ありがとうございます。なんかすごいちょっと戸を開けてるからさ、窓開けてるからさ、外の音がすごい入ってきた、すいません。ゆらちゃん、なんかゆらちゃんを見たらなんか壁ドンをしたくなるんですよ、すぐに。なんか前も壁ドンをしたんですけど、なんかね、壁ドンをしたくなるんですよ、なんでかわかんないんですけど、ありがとうございます。なんか前もエレベーターに一緒に乗った時に、なんか壁にこう詰めないといけなくて、でなんかゆらちゃんがいてドンみたいな、なんだろう、なんかねしたくなるんですよね、壁ドン。そう、マイオです。なんでだろう、分からん、なんかそういうなんか気持ちになります。わ、めちゃめちゃハートありがとうございます。壁ドン
姉キューへこんでないよ。姉キュー、姉キューなんか今日元気でしたよ。立ち直るの早い早いよ。たこさんありがとうございます。え、なんでなんだろう、分からんけど、なんか明日は悪い夢見るってずっと言ってて、なんか昨日の夜、明日は絶対に悪い夢を見る、私はなんかそんな予感がするとか言ってたけど、全然なんか帰ってきて、家に、私が家帰ってきて、そしたらなんか良かったよみたいな、何もなかったよ私はみたいな報告してきたので、おみくじはね、ま、いいことだけ信じたらいいんですよ、この世。私は今日は何の日だろう、なんかね、めちゃめちゃぼーっとしちゃう、今日ぼーっとしちゃうデーです。ぼーめっちゃ汗かいた。なんかね、エディオンホールめっちゃね、熱気がすごいんですよ。なんでなんだろう、わかんないんですけど、近いからかな、客席とも。めちゃめちゃね、なんかエディオンじゃないや、熱気がすごくて、めっちゃ汗かきました。空調？いや、つけてるだ。エディオンさんのなのかな。空調。かわいい、ありがとうございます。この間、今日じゃなくて前回の公演の時にエンジンをいつもするんですけど、前回のエンジンがエディオンだった。行くぞエディオンってみんなで言って、エディオンが掛け声。確かにリズム難しい、ちょっとバラバラ。気合入るよ。あとね、なんかエディオンさんのホールは、あのこう幕が開く方式なんですよ。そのこう幕が開いて、もうみんなが先にこうステージにねあのいて、でこう幕が開いて、でこうファンの方とこう対面みたいなになるんですけど、なんかその空いてる途中のさ、もうさ、なんか顔がさ、もうなんかどういう顔していいのか分からなくて、なんかしかも結構何ですか、じわ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 って開くんですよ。なのでちょっとね、
そうそう、じわ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 の時間が、あのこう真ん中から両サイドにかけて開くんですけど、真ん中で待機の時が一番もうあれですよね、一番最初に開くからさ、開くまで全部開くまで、幕が開く方式です。なんか SKE さんの劇場だったかな、もう幕が開く方式なんですけど、めっちゃ早いんですよ、もうシュパーンってなるあの STU48 STU48 のあの Come on are you ready じゃーんみたいな感じで開くんですけど、あのエディオンさんのところは S から開くんですよ、 STU48 って、え、そうなのよ、なんかこれは会場によってバラバラ、え、ほんとだよ、なんか前に出張公演した時にそうだったんだよ、 SKE さんの会場はこんなに幕が早く開くのかってぐらい早かったのよ、しょ、手動なのかな、手動説ある、手動説あります、みんなまた出張公演めっちゃしたいです、出張公演、話持ってる、持ってない持ってない、私の記憶上そうですもん、NMB さん、 NMB さんの劇場はあのロッカーロッカーの中にあの劇場っていうかあのロッカーのなんかが居心地がいいです、入ります、ロッカーに入ります、NGT さんはそう LED がめちゃめちゃ綺麗、あ、なんですか、めっちゃ綺麗なのよ、そう劇場のねなんかライトの感じが、あの後ろ劇場情報、ロッカーの情報、ロッカーの居心地めちゃめちゃ良き、本当に良き、AKB さんの劇場はもうすごい、もう照明がめちゃめちゃすごい、なんかビームみたいなのが飛んでくる、もう本当にビームみたいなのがすごいすごいんですよ、すごいです、なんか見たことない照明が飛んでくる、なんかあまり見たことがない照明、ビームみたいなのビューみたいな一直線の、あと花道があるのもすごくいいなって思います、めちゃくちゃあのサイドにねこう花道っていうのがあってとても良き、信じるか信じないか、え、ちょ、本当だよ、本当だよ、柱問題、それもいいよね、あの鏡になってるんだよ、だからさ、なんか AKB さんの劇場のあの柱があって鏡になってて、その柱がでさ人が座ってて、で例えばそこにオレンジピンクのサイリウムを持ってる人が一人座ってたら、そこに反射してもう一人いるように見えるんですよ、なんでファンの方が倍増して見えるっていう利点があります、あの鏡付きの柱はあのファンの方が座ったらこう
ファン、自分のファンの方増えたみたいな錯覚に陥る本当に分身。これはこっち側ですね、こっち側にこう錯覚する。超いい、あの鏡。うん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 。行きたい、会場行きたいですね。STU の船には出張公演とかで、そう、他のグループさんとかなんか来てほしかったなってすごい思います。そう、 STU の船、船で踊るとかなかなかないだろうからな。体幹が鍛えられる。出張会議？はあ、懐かしい。出張会議というものありました。確かに。でも少ない。人数は少なかった気がする。いや懐かしいな、うわ懐かしい。私も AKB さんの劇場に行った。本当なんかあの時になんかユイリーさんと深くお話とかできて、なんかめっちゃ好きってなったより好きになった。なんか私がユイリーさんとお話しし始めたきっかけってコッコさんなんですよ。なんかコッコさんがなんか握手会会場でいつもコッコさんといて、でなんかコッコさんがユイリーさんとこう仲良くて、でその時に私も一緒にいて、でなんかちょっとお話とかするようになってがきっかけなので、コッコさんきっかけなんですよ。ナナさん、いやコッコさんだったと思う。そのナナさんきっかけもあるかもしれないけど、でも一番最初はコッコさんきっかけでした。なんかその時にそれでも彼女はっていう楽曲があって、それでコッコさんとユイリーさんが多分同じその曲で大人選抜みたいなのがあって、それでなんかコッコさんとユイリーさん結構仲良くなってて、で私もなんか一緒にその時になんかちょいちょいお話しして、そうつながり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 ってそうなのよ。いいよね、それでも彼女。でねね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 ね。めっちゃあるある言うんですけど
すごい、あのコッコさんとかユイリーさんとかすごくなんかめちゃめちゃ人脈が広くて、すごいたくさんの人にこう慕われてて、なんかそういう方にこうなんか大きい会場とかで、大きい会場っていうかそのなんかいっぱい人がいる中で手を振られると、なんか自分が目あって手振られてるのか分かんなくて、なんかこう、え、私かなみたいなみたいなことしちゃうんですよ。私これあるあるなんですけど、本当に、でなんか周りにもしかしたらこう手を振ってる人がいるかな、私じゃないんじゃないかなってめっちゃ思って、公園での場合、え、みんなもなんですか公園めちゃくちゃ心配になって、で結局なんかちょっとこう目立たないようなバイバイとかしなくても目立たないように、あみたいな反応しちゃうんですよ。みんな一緒え、その感覚、ありがとうございます。パラソル、ちょ、自分の後ろに人がいないかまず確認する。そうなんだ、みんなもそう。でも、え、でもなんかみんな手振ってくれたら公演の時はすごい嬉しいですけどねっていう、手振ったら、手振り返してくれたらすごい嬉しいですけど、でもなんか確かにされてる側はそうなりますよね。めちゃわかる。どっちもの意見がわかるのに、されてる側の方の時はそういう感じになっちゃう。どっちもの意見わかるけどそうなれますね。なんかよくあるあるなんだけどな。本当にありがとうございます。ありがとう。なんか私公演のレスでめっちゃ目見開くときあるんですけど、伝わってるんですかね。すごい目見開く。この眼球は今あなたを見ていますみたいな、もう今あなたのこと見てます。よくしちゃう癖かな。なんかねこうしてたらさ分かんないじゃんだから見てるぜみたいな、めっちゃしてる。よくしてる私。あ、してる、多分してる。伝わる。いや別に、なんかマイナスな意味じゃないんで、見てるよーみたいなそういう感じなので安心してください。圧でもないですよ。はい、公演発表されてないからさ、だよね。次いつあるか分かんないよね。まあでも次はツアーなのかな。ツアーがもう
え、早いよ。だってさ、明日29、36月30までしかないからさ、もう7月になっちゃうし、もうツアーが来ちゃうし、もうのほほんと過ごしたらもうはにゃー。山口来ますか。やりたい公演、え、めちゃめちゃ見えますよ、エディオン奥の隅々まで、うんうん、ゲバンといいな。やりたい、二期生ちゃんがやるよね。昼夜、昼夜あります。山口コンタクトなしで公演したことある？ないです。コンタクトはもう絶対にしてる。もう安心できない。コンタクトがないと見えない。忘れることがないですね。なんか朝起きてなんか外出てコンタクト忘れたとかほとんどないです。っていうのも朝起きてもう目が見えないから、そのぼやけて、だからコンタクト入れなきゃっていう気持ちになるから、コンタクトを忘れることがないんですよ。メガネかけて出ることもないしな。なんか度数はめっちゃ上がってるけど、次回なくなったらあげる。コンタクトね、ワンデー使ってます。メガネはもう、私のメガネはね、なんかね、もうね、メガネ かけたままね、歩くと酔うんですよ。しかもね、もうこのメガネね、もうめっちゃ曲がってる。本当に。見て。なんかちょっと、この曲がり具合伝わるのかな？この、見て、もうクロスする位置がさ、ここの時点でさ、あれだよね。しかも度もさ、めっちゃ強いの。わかりますか？度が強いの。見て、小顔に見える。小顔めっちゃ曲がってるの。そうなの、これね、ダメだこりゃ。もうダメだこりゃ、もうメガネかけられない。めっちゃ悪いな。え、なんか視力止まるかな、悪くなるの。もうね、めっちゃね、日々不安でしょうがない。本当になんかさ、めっちゃ悪くなったんだよね。高校卒業して3年間ぐらいでめっちゃ落ちて、止まる？不安でしょうがない。ブルーベリー食べて、ブルーベリー食べて、山見て、緑をたくさん見て、メガネ姿？なんか度が強すぎて目がちっちゃくなるんですよ、私メガネかけたら。なので、あの、だってメガネだったらかけるんですけど、ちょっとね、わかる？これは悩み。
遠くをなるべく見た方がいい。もうじゃあショールーム画面もさ、もうめっちゃあの壁ぐらい、あの壁って言っても分からんね遠くにして配信する。伊達メガネを見たい。私メガネあんま似合わんわ。なんかメガネをかけることそんなないなんかさこれ自分でレンズ抜きました。貫通します。いいじゃん。なんか好きで何個か持ってるんですけど、ちょっと待って、ウケる、ウケんでウケる、反射する。こうやってかけるのにハマってます。あの鼻メガネ、幼く見える丸いの、丸いかな、丸いかも。なんかすごい六角形。え、何分？ 58 やって、うえー、みんな寝るのか、寝るか。あ、今日月曜日やったわ。今日月曜日や。私の中では今日あの2日分ぐらい流れた勢いで、明日が水曜日かなぐらいの感覚なんですけど、まだ1日しか経ってませんでした。じゃあ皆さん火曜日も頑張りましょう。あと45秒ぐらいや。あの配信、明日は朝は早いので寝ます。夜です。明日も夜配信します。おやすみなさいませ。皆さん火曜日も頑張りましょう。あと15秒です。おやすみ。